エドワード・ヘンリー・ハイネマンはダグラス・エアクラフトの軍用機設計者。ハイネマンはミシガン州詐欺ノーで生まれたが、カリフォルニア州ロサンゼルスへと引っ越し、そこで少年時代を過ごした。彼は独学で航空工学を学び、1926年に製図工としてダグラス・エアクラフトに加わったが、その年のうちに解雇された。 インターナショナルエアクラフト、モーランドエアクラフト、ノースロップでしばらく働いた後、ノースロップがダグラスを買収した際に、ダグラスエアクラフトへと戻った。ハイネマンは1936年にダグラス社でチーフエンジニアとなった。この役職は1960年にガイダンステクノロジーへと移るために退社するまで続けていた。1962年には、 ジェネラルダイナミクスの技術部門長となった。この役職においては F-16 の開発を監督した。引退は1973年だった。彼の航空機設計の手法は非常に単純で使用可能な中で最も強力なエンジンを用い、それを取り囲むようにデザインすることだった。ハイネマンはダグラスに長く勤務し、20以上の軍用機を設計した。主な使用者は アメリカ海軍であり、それには航空誌に残るものが含まれている。主な機種は以下の通り。ハイネマンが初めて設計した航空機は1929年のモーランド M1 練習機で、これはパラソル翼単葉であった。この機は1929年からの大恐慌により、1933年に会社が消滅するまでごく少数しか販売されなかった。 海軍航空システム司令部は航空機設計について多大な貢献のあった個人集団に毎年エドワード・ H ・イチ・ハイネマン賞を授与している。ありがとうございます。